モンクさん、おはようございます。タイさん、おはようございます。おはようございます。今日はですね、久しぶりのところに来ています。ジャンクさん、おはようございます。アイさん、おはようございます。リエさん、ハレリア。ここは桜の木があってですね、まあ桜が咲いてる時に来たことがある場所ですね。近所さん、おはようございます。ではちょっとですね、向こうの方に行きましょう。まず景色を見せましょう。あそこにですね、森があります。で、ちょっと気づいたんですけど、なんかなんていう鳥かわかりませんが、大量にですね、発生っていうのかな、大量に鳥がいます。鳥の大量発生といいましょうか。まひろさん、ハンさん、納豆さん、おはようございます。節子さん、おはようございます。で、今日は、まあ、雨じゃなくて、あれですね、あの鳥です。なんていう鳥でしょうね。たくさん飛んできます。鳥の鳴き声すごいでしょう。今日は曇りで雨じゃないんですけど、まあ、寒い、結構、まあ、温度が低くてですね、レインコート着てますが、これはまあ、寒いので着ています。レインコートは防寒にもすごくいいですね。軽くていいです。何かの予兆ですか。いや、それはちょっと分かりません。まあ、明日明後日だんだん暖かくなるようですが、今日はまだ温度が低いですね。はい、それではですね、メッセージいきましょう。メッセージいきましょう。今日のメッセージ、なぜ悪魔がなぜ存在するのか、悪魔がなぜ存在するのか、これはですね、難しいテーマです。難しいテーマです。それではですね、皆さん、まず皆さんの答えを聞きましょうね。皆さんの答え、はい、天国大学テスト。この放送は天国大学でもありますね。天国大学テスト、なぜ、悪魔が存在するのか、テストスタート。難しいです。テストスタート。なぜ悪魔が存在するのか。ゆきひろさん、アジサイのシーズンになりましたが、お元気でお過ごしでしょうか。ハッピーウェンズデー、あ、今日は水曜日ですね。ハッピーウェンズデーっていうのがあるんですか。悪魔の正体は自分の欲望、煩悩、つまり、いや、そういう欲とは別にですね、人格のある悪魔がいるんですね。人格としての悪魔がいます。そうですね、モーグさん、元天使だったんですが、その元天使が悪魔になってしまいました。アイポンさん、でも神様は、その元天使が悪魔になったことを許されたわけですね。その神様の御心に反して、悪魔が生まれたわけですけど、でもしかし、その悪魔の存在を許しているというところに意味があるということですね。ミカエルではないんですね。ミカエルとガブリエルは良い天使長ですね。ミカエルは戦いの天使長、ガブリエルはメッセージの天使長で、悪魔はルシエル
ルシエルがルシファーになったというふうに聞いていますが、ルシファーは、明けの明星という意味があるらしいですが、なぜ天使であったルシエルが悪魔になったか、そのあたりはですね、天国に行った時に神様に聞きたいと思いますが、しかし悪魔の存在は今現実に、今悪魔が存在することは確かです。そして、この地上に今悪魔が今この世界を支配している。神様の支配の中ですね、神様の支配の中で悪魔も支配しているしています。しかし、イエス様が来られ再臨されてからは、悪魔はですね、地獄に閉じ込める予定です。ですから今は悪魔が働いています。でイエス様が来て千年王国の時は悪魔が地獄に閉じ込められるはずです。しかしその千年王国の後に一時的に悪魔がですね、また現れるとも書いてありますね。ですから、ぜひ皆さん、今のイエス様が来るまでは、イエス様が来られるまでは悪魔が働いているということです。ではどういう意味でしょうか。いくつかの意味が考えられますね。いくつかの意味が考えられます。一つはですね、まずアダムとエヴァを神様は作って、そしてエデンの園の中央に2本の木を置きます。一つは命の木、一つは善悪を知る木、その2つの木を置きます。リュービさん、おはようございます。ボイドさん、善悪は人が生まれた時から生まれた、善悪を知る気というのは何かというのは難しいですけれども、神様はそれをその木から取っては食べてはいけない、他の木から取っても食べてもいいけど善悪を知る木から取っては食べてはいけないと言いました。アダムとエヴァは神様の命令を受けたわけですね。その木からだけは食べてはいけない、他の木からは取っても食べてもいい、たくさんの木の中でたった一本だけはダメだよと。しかしエヴァはサタンに騙されて、それを食べると神のようになる、それを食べると神のようになるって騙されて、蛇の言うことを聞いてしまいました。その蛇とは悪魔のことなんです。つまり神様は、神の言うことを聞くか悪魔の言うことを聞くか、神様の言うことを聞くか悪魔の言うことを聞くか、アダムとエヴァを試したわけですね。アダムとイブ、はい、リュービさん、英語ではイブですね、英語ではイブですが、日本語の聖書ではエヴァと言います。英語ではイブですね、イブ、日本語の訳としてはエヴァなんですね。なぜエデンの園に悪魔を入れたの、神は悪いじゃない、いや、そこが、今日のテーマです。神様がなぜエデンの園に悪魔を入れたか、それは、アダムとエヴァを試したわけですね。アダムとエヴァは人間として作られたので獣医師を持っている、動物として作られたのではない、動物には何て言ったらいいんでしょうかね、神のような性質はないのですが、人間は
神様に似せて作られて、神のように十意志を持ったものとして作られます。神のように十意志を持っています。そこでアダムとエヴァは試されたわけですね。その十意志で、神を選ぶかサタンを選ぶか、神を選ぶかサタンを選ぶか、それがアダムとエヴァの、その神様のとの契約でしたね。契約なんです。大使さんありがとうございます。神である主はその土地から見るに好ましく、食べるに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。つこさんおはようございます。バチカン入りし、バチカン入りませんか。いや、バチカン行きたくない。バチカンは行きたくない。そしてですね、全ての今21世紀の今、私たちも結局のところイエス様を選ぶか悪魔を選ぶか、イエス様を選ぶか悪魔を選ぶか、アダムと同じ、その選択をさせられています。試されています。つまり、神様は人間を試しているわけですね。神様は、神様に従う人間なのか従わない人間なのか、まあ、ある意味ではチャンスをくれているとも言えるでしょう。私たちは、今神を選ぶチャンスがあるんです。アダムとエヴァは、アダムとエヴァは、サタンを選んでしまいました。サタンを選んでしまいましたけれども、私たちは、イエス様を選ぶチャンスがあるんです。ですから、なぜサタンが存在するか、その一つの理由は、人間が神様を選ぶかサタンを選ぶか、神を選ぶかサタンを選ぶかという、その十意志の、まあ、対象、十意志の対象として悪魔がいるということですね。ですから、天国に行けば、天国にはサタンがいません。私たちは天国では試されないんですね。天国ではもうすでに、そのイエス様を選んだために、イエス様を選んだために天国ではもうサタンがいません。しかし、サタンを選んだ人は、サタンを選んだ人は地獄に行って、永遠にサタンと一緒にいなければなりません。イエス様を選んだ人は、イエス様を選んだ人は永遠に天国で一緒にいられるということになります。八木さん、牧師はアダムとエヴァのように欲に負けるようなことはありませんよね。パウロも言いました。パウロもですね、自分を打ち叩いて失格しないように頑張ってるとパウロが言いました。私もそうです。私もパウロのように、自分が失格にならないように、自分が罪を犯さないように、自分が欲に支配されないように日々戦っています。祈る理由はまさに、そういう理由でもあるし、伝道している理由ね、まあ、牧師というのはですね、逆にですね、テモテ一章に、一章じゃなかったかな、テモテにあるようにですね、そういう、なんていう、信仰的に、まあ、信仰的に強くなる特権があるというか、人に教えるということは、人に教えるということは自分にとってもプラスです。ですから、牧師というのはある意味では非常に、まあ、信仰的になりやすい、信仰的になりやすいということです。サブレさん、誘惑に負けてしまう、そうですか。 では、その信仰的に、熱心に負けないように、熱心になりましょう。サブレさん、放送に来てるならばだんだん強くなりますよ。
足立さん、おはようございます。そしてもう一つの意味、サタンが存在する意味のもう一つはですね、神様は、神様を知ってほしいのです。神様は人間と交わり、神様を知ってほしい。私たちはその悪魔はですね、ちょうど神の正反対の性質を持っています。ですから私たちはその神と悪魔を比較して、神と悪魔を比較して神が分かる、神と悪魔を比較して神が分かるということになります。例えば具体的にどうかというと、神は命をもたらし、悪魔は死をもたらす。悪魔は無慈悲だけど、神様は愛のお方である。神は寛容な方ですが、悪魔は不寛容です。神様は、謙遜でへりくだってるけど、悪魔は傲慢です。神様は正しい方ですが、悪魔は不正なものです。悪に満ちていますね。悪魔は悪に満ちています。神様は神様はすべて真理を言われます。神様には嘘がありません。神様の言葉は全部真実です。しかし悪魔の言うことは全部嘘です。そのように神と悪魔の性質は全く正反対です。つまり私たちは、神の言うことと悪魔の言うことを聞いて、どっちが正しいか、ある意味では簡単なんです。答えは簡単です。誰でも分かる問題です。神様が正しくて、悪魔が正しくないということは、誰でも分かるにもかかわらず、人間は愚かに悪魔に騙されて、神が悪くて悪魔が正しいかのように悪魔が騙します。聖書にもそう書いてあります。不正を正しく思わさされる、正義を不正に思わさされる、それが悪魔の手口です。そういうわけで皆さん、ぜひ、神と悪魔を比べて神を知ってください。そして、いろいろな犯罪はまさに悪魔の性質だと思いませんか？多くの、悪い人はまさに悪魔の性質を帯びて、いろんな問題を起こしている、犯罪を起こしている、罪というのはまさに悪魔の性質なんだということですね。盗む、嘘をつく、殺す、勧誘をする、そういうものはですね、悪魔の性質だということです。ですから人間が全て罪人であるということは、レイさん、おはようございます。人間が罪人だということは、全ての人間は悪魔の性質を帯びている、悪魔の性質を帯びているということです。皆さん、その悪魔の存在には意味があります。もちろん悪魔の存在はない方がいいですよ。悪魔の存在はない方がいいですが、神様が、その人を救う時に、悪魔を用いていると言えるでしょう。
悪魔の存在によって人間を試している、悪魔の存在によって人間に教えていると言ってもいいかもしれません。悪魔の存在、神の存在と悪魔の存在、神の存在を信じない人は悪魔の存在も信じないかもしれませんね。神と悪魔は対比ですから、神を信じる人は悪魔も信じれると思います。悪魔の存在ですね、悪魔の存在を信じれると思います。皆さんが、悪魔の存在の意味を知ったときに、私たちはイエス様を選ぶ用意ができると思います。もし神も悪魔も否定したならば、神の存在、悪魔の存在を否定したら選びようがないのです。存在しないと思っているものを皆さん選べますか？まさにそれこそ悪魔を選んでいることになるんです。悪魔の戦略はそういう戦略なんです。神もいない、悪魔もいない、だからあなたは、神を選択することも悪魔を選択することもないんだよ。これが悪魔の選択ですね。リスさん、私は東の方ですね、東京ですね。キューちゃんは聖約説を信としている。聖書は聖約説ですよ。人間はみんな罪を犯した、と書いてありますから、聖書は聖約説ですね。サルさん、いつも仕事で注意されて嫌になります。その上司を許しましょう。上司を許して、その、忍耐しましょうね。忍耐をしましょう。大事なことは、私たちは神と悪魔の存在を知って、私たちは神を選ぶべきです。アダムとエヴァはサタンを選んでしまいました。しかし私たちはイエス様を選び、悪魔に従っている生き方から解放されましょう。アダムとエヴァは神側から悪魔側になってしまいました。しかし私たちは悪魔側で生まれてきましたけど、イエス様を選んで神側に移ることができます。それが救いです、リサさん、私はカトリックを少しかじっています。モーゴさん、イエス様を選びます。イエス様に祈ると悪魔が去ると信じます。そうですね、イエス様を信じる理由はそこにあるんですね。イエス様を信じる理由は、悪魔から離れて、悪魔をある意味では強制的に選ばさせられていた状態から、その自由意志で神を選ぶようになるということが信仰です。みやこさん、おはようございます。パチスロにハマってるってマジですか？いや、私はパチスロハマってませんよ。それでは、明石タイム行きましょう。4番さん、おはようございます。イエス様を信じて、悪魔の存在が分かってきた証。悪魔は本当にいるんだ、誘惑してくるんだ、攻撃してくるんだ。イエス様を信じて、本当に神がいる、神もいるけれども悪魔がいるということが分かってきた証。スタート、ハナさん、おはようございます。
エス様を信じて、イエス様を信じなければ、悪魔を選んでることになっているということが分かった証。金城さん、川崎事件は悪魔にそそのかされてしまったと思います。その通りですよ。多くの犯罪は悪魔にそそのかされて、してしまったものなんです。罪を犯すというのはそういうことですね。罪を犯すというのは悪魔に、悪魔を選んだ結果ということですね。悪魔を選んだ結果、悪魔に支配され罪を犯しているということになります。ゆうさん、心の中で葛藤しているとき、神様に試されているのだと思います。そうですね。ジャンクさん、天の御国に何が何でも入りたい。だから悪魔よりイエス様を信じます。罪深き私をイエス様の慈愛でお救いください。モーカさん、悪魔は本当にいるんだと分かってきました。悪魔の誘惑や攻撃に負けず、祈り、心の針をイエス様に合わせ、絶対に天国に行けるよう備えていきたいです。アメン。皆さん、世の中の悲劇はですね、世の中の悲劇は神がいないと思わされていることと、悪魔がいないと思っていることですね。世の中は悪魔の存在を認めません。科学は悪魔の存在を認めません。もちろん測定できないからね。悪魔を測定できない、神を測定できないから、科学では神と存在と悪魔の存在を、測定できません。しかし、それこそ悪魔の策略だということですね。悪魔は、神はいないよ、悪魔はいないよと教えてるんですね。ですから、多くの人は神がいないと思っているし、悪魔はいないと思ってますが、それは、そう思わされているに過ぎません。いろんなことを通して神の存在と悪魔の存在が理解できると思います。この美しい自然は神の存在を証明しているでしょう。凶悪事件は悪魔の存在を証明しているでしょう。タイさん、確かにイエス様を信じると今何をすればいいのか選択の時があります。選択を間違えると一日が暗くなります。今日早起きでここに来てよかったです。感謝、アメン。そうです。私たちは、信仰的なもの、信仰を選び、不信仰を退ける必要があります。悪魔を退け、神を選択すると同じように、私たちの言動は良いものを選択する必要があります。リクルートさん、イエス様に祈ってください。イエス様に癒されるように祈ってください。それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、ファイナルメッセージ、人間は神様に従うように本来は作られています。しかしアダムとエヴァのせいで、私たちは悪魔を選んだ子孫として生まれながらにして、罪を持っています。罪というのは何でしょう。罪というのは、悪魔を選んだ結果、悪魔の束縛、悪魔の呪い、
悪魔との契約を持っているということです。その罪があるがために私たちは正しいことができない、良いことができない、人を愛せない、サタンのように無慈悲で、サタンのように不誠実で、サタンのように嘘をつくものに、存在するのです。私たちは正直に自分の心の内面を見て、私たちの心に邪悪なものがあるということを発見します。誰でもですね、自分の心を見て悪魔のような悪いものを知るでしょう。悪いことをしてきたでしょう。小さい時から私たちは邪悪だったんですね。誰もそれを認めたくないかもしれません。しかし私たちは他人を見て人間はやっぱり、悪い人が多い、ね、悪い人が多いと誰でも気づくでしょう。だから争いがあり、だから裁きがあり、だから憎しみがあるわけです。私たちは、多くの罪によって被害者になるわけです。昨日やりましたね、その罪、悪によって私たちは被害者になり、それが原因で今度は私たちが加害者になります。それは罪があるがゆえです。罪があるがゆえに私たちは加害者になっていくわけですが、しかしそこで私たちはイエス様を信じるという選択を与えられます。福音というのはまさにイエス様を信じればあなたは、サタンとの契約が断ち切られ、神を信じるようになれますよ、神と契約できますよというのが福音です。ですから福音は全世界に伝えられなければなりません。全ての人に神を選択するチャンスを与えなければなりません。私はこの放送を通して多くの人にイエス様を述べ伝え、イエス様を信じることによって悪魔から解放される、悪魔から救われる、そのいろいろな罪の奴隷から解放される、悪いことをしなくなる、正しいことができるようになる、無慈悲から愛、嘘から誠、不誠実から誠実になるという、それを皆さんに体験してほしいのです。他に救いがないのですね。皆さん、他に救いがありません。ぜひ皆さん、比べてくださいね。比べてください。他に救いがありません。それではですね、それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、そうか、悪魔っているんだ、悪魔っている、いるんだ、自分の心の中にもいるし、社会にもいるし、悪魔がいるから悪いことがあるんだ、悪魔がいるから人々は罪を犯すんだ、悪魔にそそのかされて、悪魔にそそのかされて、いろいろ悪いことしてしまうんだ。そうか、本当の敵は人間ではなく悪魔が敵なんだ。イエス様が敵を愛しなさいと言いましたけど、本当の敵は、人間の敵が本当の敵ではなく悪魔が本当の敵なんだ。悪魔を選ぶことをやめて、改めて悪魔を選ばないで、イエス様を信じよう。イエス様を信じることによって、イエス様を信じることによって、自動的に悪魔と断ち切ることができます。悪魔と縁を切ることができます。悪魔と縁を切り、イエス様を信じて、イエス様を信じて悪魔と縁を切りたい方、イエス様を信じて悪魔との契約を
断ち切りたい方、アーメンと言ってください。アーメン。もう悪魔を選ばない。もう罪を選ばない。もうこれからはイエス様を選び、善を選び、愛を選ぼう。もう悪を選ばない。罪を選ばない。これからはイエス様を選ぼう。愛を選ぼう。善を選ぼう。そのように決心する人、アメン。そのように決心する人、アメン。アメンの意味は、はい、はい、その通りです。ですね。はい、その通りという意味です。天のお父様、感謝します。たくさんの方が悪魔の存在を聞きました。そして悪魔の存在の、理由を学びました。私たちは今そのチャンスです。地獄に行ったらもうそのチャンスはありません。地獄に行く前に、まだ死なない前に、私たちは、悪魔から神を選択することができます。イエスキリストを信じることが、イエスキリストを信じることが神を選択することなんだ。それしか救いがない。それしか救いがない。死んだらもうチャンスがない。死んだらもう、罪のまま死んでいく。今アメンと言った方々がイエス様を信じました。悪魔との契約を断ち切ってください。悪魔の契約を断ち切り、聖霊を与えてくださり、神と共に歩むようになりますように、悪魔側から、神側になりますように、神の味方をし、また神に味方をされるような存在となりますように、祝福してください。彼らを祝福して、そして、罪から離れ、イエス様の教えをに基づいて良い行いができるように、良い生き方ができるように助けてください。そしてまた悪魔の誘惑、悪魔の攻撃から守ってください。悪魔の誘惑、悪魔の攻撃、悪魔の騙しから彼らを守ってください。彼らを守ってください。祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。それじゃあまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を、良い一日を。イエス様を選ぶ一日。悪魔を選んではいけません。罪を選んではいけません。善を選ぶのです。イエス様の教えを選ぶのです。イエス様の教えを選ぶのです。それではシャローム、シャローム、シャローム、シャローム。